川上一同は、沖縄県生まれのクラリネット奏者。10歳からクラリネットを始める。第45回全日本吹奏楽コンクール、全国大会、中学の部、金賞受賞。沖縄県立那波国際高等学校に進学し、第22.25回沖縄県、吹奏楽ソロコンテスト、金賞受賞。第28.2930回。 沖縄県高等学校音楽コンテスト、金賞受賞。1999年には、沖縄県中国福雑手小中高校生、音楽、芸術交流サマーキャンプに参加している。その後、沖縄県立芸術大学音楽学部を卒業。同大学大学院修士課程修了。卒業時、山本賞を受賞した。2006年。 第75回日本音楽コンクールクラリネット部門第2位2008年第7回日本クラリネットコンクール第2位2009年 JT が育てるアンサンブルシリーズに出演第78回日本音楽コンクールクラリネット部門入選聴衆賞である岩谷賞を受賞第20回日本木管コンクールクラリネット部門最高位合わせて 聴衆の心に最も訴えた演奏者に贈られるコスモス賞を受賞。さらに同年、日本クラリネット協会からの要請により、国際クラリネットフェスティバルイン中国に出演した。2012年、第81回日本音楽コンクールクラリネット部門第1位。合わせて、飯中道賞を受賞。2015年、東京オペラシティ文化財団主催。 BC バッハからコインテンポラリーへシリーズで東京発リサイタルを行った。これまでクラリネットを狩リマタヒロシ、ヨナミ荒垣明氏横井美沙ミ村井裕二川畑新一に指示。専属学園ニューフィルハーモニック、管弦楽団主席奏者を経て、現在山形公共楽団主席奏者。山形大学客員准教授。 山形県立山形北高等学校音楽科非常勤講師。日本音楽コンクールをはじめ各種音楽コンクールの審査員として、また、ソロ、室内学公演など各地で行っている。所属事務所、株式会社、ウッズミュージック。ありがとうございます。